小学校の時に描いたような夢だったんで、やっぱそれをずっと追いかけ続けるのも、いや本当長かったし、まあ、なかなかやっぱり小さい頃の夢が現実的じゃなくなると違う夢っていうのができてくると思うんですけど、なんかそこを諦めたくない自分がやっぱ僕の場合はあって、まあその小さい頃の自分の、あの幼くてまだ何も考えてない時の夢をやっぱ信じて叶えたいっていう気持ちは、やっぱりこうずっと忘れられなくて、まあそれがまず一番こう、そうですね、まあ難しいというか、なんかこう部分でもあったんですけど、いや本当ようやくその時の若き自分の夢をこう叶えることがまず今回できたなっていう、やっとの思いはなんか多少ありますね。スケートボードのオリンピックも出てて半年の期間での出場だったんで、結構いろいろがこう、まあ、オリンピック出るまでのポイントだったりとか、まあ、自分のスノーボードやれる時間っていうものもかなり限られた中での、本当ギリギリをこうずっと登ってきたところはやっぱり、まあ、特別なんかこう大変なこう部分っていうのは今までにないこうところだったりっていうのは感じてたので。そうやってやり続けられるのも孤独、まあそのやっぱ、僕たちがやってることはその体を張る世界で生きてるので、ここでトップが一人しかいない中で、なんかトップが二人いるわけでもなくて、まあそういう一人しかなれないものに、まあ技術レベルもどんどん上がっていき、もうほんとトリプルコークとかも、ちょっと前ではあんなの死ぬとか言われてるようなトリックが、まあ、今では可能になったりするわけで、練習するときにやっぱ何度も怖い、やりたくないとか、いろんなこう感情が出てきて、だからやっぱりでもやらなきゃないというか、やりたくないけどやらなきゃない、やらなきゃ上に行けない、孤独と向き合わなきゃない。いや感じてないですけど、やっぱ周りがそう思う人が多いので、いや騙されないようにというか、いや周りがそう思うけど、いやなんかやっぱ自分は自分でありたいなっていう、まあそれをそのショーンのことも上回りたいぐらいの気持ちを持ってる自分の方がやっぱ強いので、そういうまあ次の目標と、まあその、まあ、流れ、やっぱストーリー性みたいなものをやっぱ作り上げる、この、まあ自分のものがないと、やっぱショーンと比べられるのも、ずっとあるのもやっぱり、なんか、ずっと戦いが終わらないみたいな感じで、まあ自分も嫌なので、まあ本当、彼の挑戦する姿とかリスペクトは持ってるんですけど、その上で彼と違うものでありたいっていう、はい。で、やっぱスケート人口ってスノーボード人口よりも多いし、やっぱこれからどんどん盛り上がっていく競技の一つだから、まだ始まったばかりだからこそ、みんな今ものすごい練習、オリンピックに向けてやってる子どもたちとか、まあ大人たちも含めなんですけど、やっぱり今は僕が半年でこうやって
オリンピックでスノーボード目指してる間にもかなりみんなってこう先に進んでて、スケートボードのレベルも上がってるわけで、いきなりやる気になったらやるかもしれないですっていう、まあ、はい、やんないかもしれないし、もう全然わかんないぐらいなんですけど。